ロバート・パーシング・ドアは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の元プロ野球選手、ウト右ミギウチ。1934年にフリーモント校に通いながら、地元野球チームのハリウッド・スターズに所属。1936年にボストン・レッドソックスにスカウトされ、参加の AA 級サンディエゴ・パドレスに配属された。1937年にメジャーデビューを果たし、 以降14シーズンもレッドソックス一筋でプレー打率3割以上を3度、オールスター選出9回。同時期のジミー・フォックス、テッド・ウィリアムズらをまとめるチームのキャプテン役を務めた。1945年は第二次世界大戦に従軍したためプレーせず。1946年のワールドシリーズでは打率40類だ。409.1本塁打。 オプス1.049と奮闘したものの優勝にはあと一歩のところで届かなかった。1951年に現役引退。守備に定評があったがゴールドグラブ賞が創設される前に引退となった。通算の打撃成績はテッド・ウィリアムズに更新されるまで安打数など複数の項目が球団記録であった。同話の背番号1。 ボストン・レッドソックスの永久決番に1988年指定。1986年にベテランズ委員会によりアメリカ野球連堂入り。レッドソックスの背番号1は永久決番となっている。2017年11月13日、オレゴン州ジャンクションシティで死去。99歳の天寿でルー・ゲリックと対戦した選手としては存命する。 最後の人物であり、同世代のフィルリズート生協後では、アメリカ野球殿堂入りした選手の中では、最年長だった。ありがとうございます。